つよ。こいつは潰した方がいいんじゃ。喜びしか知らぬ者から祈りは生まれません。生を呪う苦しみの子、君にしかできないことがあります。君の名はプルシュカ、夜明けの花を意味する言葉です。パパです。私がパパですよ、プルシュカ。ほーら、プルシュカ、お薬の時間だよ。おいで。いかがですか、グエイラ。ずっとこんな調子っすわ。プルシュカ、今日は君のお友達を連れてきました。メイナストイリム、変化の子と呼んでいます。おや、気に入りましたか。口に入れてはいけませんよ。お、出てきた。プルシュカ、好きなものができたのですね。たった今から君の世界は変わってゆきます。これからの一歩一歩が君を作ってゆくでしょう。今日が君の誕生日、君の冒険の始まりです。それうまいか。食べれるよ。そうかい、もったいねえな。アビスにはうまいもんがいっぱいあるのにな。うまいって食べれる。そうだね、うん、うまいってどういうのだろうね。メーニャみたいな味かな。くちゃい。メーニャ待って。メーニャ、そっちダメだって。よし。両手の爪、左の上腕、乳歯も全部砕けてるっすね。脊髄はぐしゃらなくて済んでるけど、こいつは精神が戻ってこれるかどうか。大丈夫です。プルシュカの精神はもっと深いところから来ました。きっとすぐ戻ってきます。温かく見守りましょう。髪の毛ぐるぐるになっちゃったね。どうしてメーニャは平気だったんだ。調べてみなきゃ。すごいだろ、メーニャの匂いを嗅ぐと見えないとこでモワモワが見えるんだ。懲りないな旦那。いいのかね、こんなに自由にさせて。いいの、パパには内緒だぞ。やれやれ。メーニャ、何でも見えちゃう目で見ててね、私の冒険。今から来るのは特別大事なお客様、私の助けになってくれる方たちです。プルシュカ、そのお相手をお願いしたいのです。そうそう、一人は君と同じ白笛の娘なのですよ。大丈夫、きっとすぐお友達になれますよ。何よパパったら。
は私というものがいるのに。ねえメーニャ、そいつらさ、地上ってどこからここまで来てるんだよね。本当の夜明けってどんな感じなんだろう。掃除なら私の方が得意なんだから。木が逆さに生えてるし、滝も上に向かって落ちてくんだよ。本当に？5層でもそんなの見たことないぞ。あのね、聞いた、ベルチェロ孤児院ってところに、ね、聞いた、聞いたこともない景色、聞いたこともない生き物、大切な仲間、楽しい楽しい、したことない顔、使ったことない言葉、もっともっともっと一緒に。私の手、私の足、私の、なんだろう、痛い痛い。私の痛みがパパの力に変わって。